はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。ということで今回はサムネットを見ていただいても分かっていただけるようにですね、シドニードカン2ね、スイマーロゼッタを狙ったガチャのですね、後半戦というところで、動画ね見ていただこうと思っております。実はですねガチャ動画、1段でね1回で終わらせるつもりだったんですけど、どうにも尺が長くなってしまいましたので、2部構成にさせていただこうかなというふうに思っております。では、ガチャ後半戦を見ていただきたいと思います。どうぞ。ということでやりたくはなかったですけども、エクストラになりましたね。110連目というところになりました。頼むぞ、スイマーロゼッタをもう1枚引くまでやめられないんだ、ということでね、あと何枚残ってんだろう。残り70連でウルトラレアが7枚残ってる。しかもこの100連に関してはまだピックアップが1枚も出てない。いやー、後ろに固まっちゃってる。リセット効果とか言ってられない。頼むぞ、70連で7枚、確率 10% 金土管来い。おっと、ここに来て沼り始めたか。うーん、これは苦しいな、苦しいな。とっとといきますか。のこ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 スタートも多いな。はい、カロン、オッケー、どんどんいっちゃうよカロン。はい、次キングテレサ8と、6と8分の3、オッケー、嬉しいよ。いや一応そんなに、オッケー、レミーはいいよ、コインに買ってくれるからね。いちいち全員に反応するのも110連目ぐらいになると疲れてきたな。お、フラワーカイトはでも嬉しい嬉しい。これはね、イメージとしては兵法カーニバルで使うっていうイメージがありますね。お、まあレアがたくさん来てくれればまだ気慰めにはなるんですけども、クッパシップもレベル7に近づいてきましたね。でもあんまり使うイメージがないですね。はい、まあレア2枚か。はい、では120連目となりました。現状持っているルビーでは最終になってしまいます。ここで引いてかっこよく終わりたい。しかも今回の100連はここまでの40連でウルトラレアが2枚しか出てないんで、ちょっと確率効率悪いですね。まだ7枚もウルトラレアが眠ってるということになっておりますんで、ここできちっと引いていきたいところでございます。ということで合計の120連目になります。結構引いてんな。違う違う、リセットじゃない、危ない危ない危ない。10連土管いきます。頼むよ、そろ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 金土管復活して来い。よしよしよし、危ない。いや、そんな後半にね、後半に溜まってるような状況はいらないんでね、頼むよ。はい、ワルイージーレベル5と5分の1、ほぼ使ったことないですね、ワルイージーに関してはね。はい、ベビーピーチ20分の10まで来た。ドン、イギー、イギーはあんまほんと使ったことないな。さあ、どこでウルトラレアが来るか。限りなくピックアップのものが来る確率が高いんですけども、どうでしょう。マッシュ、はあ、もういい、人生ゲーム系はね使わないから。あれー、全然来てくれないな。おお、プクシュノーケルはめっちゃ嬉しいな。これはめっちゃ嬉しいんですよ、これは嬉しいな。はい、2枚、もう1枚くらい引いて、よし来たー。ブルーサイダーレベル3、オッケーオッケー、連続。そりゃそろそろ連続もあり得る頃だと思ってましたよ。いいんじゃないですか、ブルーサイダー。ということで2枚引きしたんですけど、スイマーロゼッタ引けてないんで、ルビーを追加で足していきます。すいません。はい、では不本意ではありますけども、130連目ということになってしまいました。ちょっと残念ですけどもね、かっこよく100連ぐらいでスパッと引き終わりたいところでしたけども、まだ、50連。50連じゃないや。土管に50残っている中で、ウルトラレアがまだ5枚眠ってますんで、とっとと射抜いていきます。では、行きましょう。130連目になります。お願いします。金土管！あれー？あれれれー？あれれれー？これはひどいなー。いやー、ちょっとここいらで、後半に溜まってきちゃったかー。困ったなー。沼ってるなぁ。モートンは嬉しいんですよ。大丈夫よ。いやぁ、スーパーカイトもレベル7にいつかなろう。紙飛行機もなろう。紙飛行機でもあんまり使う記憶ないなぁ。さあ、どうだ？なんか来てよ。なんかレア以上来てくれないとさ。はい、ダンカンダック。あんまり使った記憶ない。G フォースの方がまだたまに使ってる気がする。さあ、レアいっぱい来て。
いやクッパシップもすごい枚数になってきた。ひどい10連だったということで140連目いきましょう。何をやってるんだこれは。これは何をやってるんだ俺は。スイマーロゼッタレベル3にするためにどんな犠牲を払ってるんだ。まあまあいいでしょう。皆さんの視聴回数に期待しましょう。ということで合計の140連目ですよね。残り5枚あるんですよ、ウルトラレアが。ここら辺でね、5枚引きぐらいしてほしいな。じゃないと苦しいな、そろそろ。金土管、あれ、あ、やばいことになってきた。あれあれれれ、動画の尺も心配だし。あれ、兵法レベル6になっちゃった。やばい。やばいやばいやばい。やばい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 。やばい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 。この辺は、赤のこの子もういいから。この辺はハイライトだな。うお、ちょっと待って、ハイライトだなーと思ってさ、倍速でお送りしますぐらいの感じで喋ってたんですけどね。チコシュート来ましたね。こうなってくると2枚来てもおかしくないですけどね。オバー級のレベル4。これもホップ使った記憶ないっすね。はい、スケルトン。次。はい、もういい。君、めっちゃ見た。もう今日はスーパープクプクは。はい、ノコノコダッシュもレベル6になりそう。チコシュートか。なんと、なんとなんと、まあ今回ね、この30連を引き切ってしまうかもしれない。いやー、最後の最後に苦労が待ってたなー。いやー、ちょっとしんどいですけどもね、150連目となってしまいました。いきましょう。もうここらで3枚引きして終わらせてくれ。頼む。やばい。やばい。確率めちゃめちゃ落ちてる。わ、これは泥沼にはまってる。やられてる。任天堂の罠だ、これは。ルドウィーグ。モートン。はい。はい、ピンクヘイホー。ピンクヘイホーは、うん、嬉しい。これどこで使ったっけな。なんだっけ、ベルリンシュトラーセでめっちゃ使った。お、ちょっと待って、ピットクルキノピオ来てた。うん。うん、わかったわかった。わかったわかった。もう、お、カラグライダーレベル6と8分の1。嬉しい嬉しい。嬉しいよ。ノコノコダッシュレベル6。嬉しいよ、嬉しいよ。ありがとう。ありがとうね。次行きます。あ、まあまあ、あと20連で4枚ウルトラレア出るんで、まあ、逆に言えば熱いですよね。逆に言えばめちゃめちゃ熱い20連ですよ、ここまで来たら。だから嬉しい嬉しい、僕はすごく嬉しい。では160、ひどいことになってきたな。160連目になってしまいました。いや、ここで緑土管だったら笑うよ。だって最後4枚引きだもん。いや、それ、まあ、その方が動画的に面白かったけどな、ここまで来たら。さあ、まだスイマーロゼッタも、スイマーマリオも出てないんですよ。先にロゼッタ引いちゃってさ、引き逃げはちょっと良くないな。勝ち逃げしたいっすよね。はいはい。レアも相当後ろに溜まってたみたいですね、今回ね。はい。はい、先ロゼッタで。先ロゼッタでお願いします。ドン。なんとかスイームって言ってはるけど。あ、来た来た来た。はいはい。2枚、はい。繋がってたのね。あるある、よくあるよ。うん。ありがとうございます。よくありますよね。なんだっけ。はい、なんだっけ。大富豪とかでもありますよね。下の方にめっちゃカードあったね、みたいなね。あるある。ありがとう。これ、ウルトラレアさ、3枚引きとかしたらかっこいいよね。この10連で。来たー！月相パタレット。逆にここまで来てなかった1枚も。4枚引きしよう。激アツよ。4枚引きしちゃおうよ。最後の10連にはウルトラ残ってません。残ってまーせん。残ってましたね。最後に残ったのは何でしたでしょう。この3枚引き。3枚引き、だいぶ後半にとごってるというかね。後半に果肉が残ってるみたいな感じになってしまいましたけども、あと1枚10、最後の10連に残ってるのはウルトラレアのマシーンのランダムか。まあ、これは、ま、残っても良かった部分かな。OK です。終わりましょう。ということで、今回、合計で、160連か。うん。160連させてもらいました。40連、30連、90連かな。の合計160連で、スイマーロゼッタを引くことができました。最後にね、ちらっとシドニーサンシャインの環境を見て終わりにしましょう。ということで、
このコースだけに関してはね、ボムキングゴールドも、ありますので、共にレベル3に並んだというところですから、まあ、どちらを使うかっていうのは迷うところですけども、最適性コースに関しては圧倒的に今のところスイマーロゼッタのが多いので、まあまあまあこれをね強化した方が今後はいいですね。そして、こちらのプクシュノーケルレベル2獲得しました。そしてこちらのゲッソーパタリトもレベル2までできたというガチャになりました。皆さん見ていただいていかがだったでしょうか。まあ、一つ160連もお見せしちゃったんでお疲れだと思いますけども、僕もすごく疲れました。皆さんにね、楽しんでいただける動画になってれば幸いでございます。もし今回の動画良かったよっていう方はですね、高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。では次回以降、ラリーカップ1コースずつ一生懸命走り込んでいこうと思いますので、そちらの動画もぜひ楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。